僕バキバキ童貞ですね。僕バキバキ童貞ですね。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 どうも、バキのこと、グンピーです。スマブラのキャラクター、モテ・ヒモテ議論、うん、はい、スマッシュブラザーズですね、はい、いろんなゲームのキャラクター集まってますけど、うん、モテそうなやつとヒモテなやつが、ねはい、ごっちゃになって分かりにくいなのでそれで分かりにくいとかじゃない、分かりにくい、キャラが多いからごちゃごちゃ分かるから順番不動になんか出てる時、作品ごとに出てるんでね、うん、マリオ、ドンキー、ゼルダとかで、ね、リンクとかこういう、はい、いや違う、もう本当モテる組とヒモテ組で、うん、分けてる、はい、あキャラクター選択使いづらいよっていうそうそうそう、ヒモテしか使いたくないんだからねさあ、この中でモテヒモテで分けようというね、はあ、ございますまずマリオ、はい、マリオはヒモテでいいですかね。あーヒモテかな、マリオはマリオはヒモテ、まあうん、あれヒモテってなりましたっけ。マリオの回もありましたね。あーそうだ、マリオキャラのあれどうでしたっけ。マリオあんまり言及されてない。あの時そうでしたっけ信じられないですねクリボーとかそう、ね、バッタンがモテないとか、うん、そんなんばっかで、ねまあモテないんじゃないぐらいで多分さらっと一つ。まあマリオはヒモテね。うん、確かにね、ピーチが構ってくれてるだけだから。はい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 。うん、ドンキーコングヒモテですね。はいはい、ああまあそっか、まあまあ慕われてる気はするけどね、あそこでは、そのドンキーたちのジャングルの方では。はい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 、はい。うん、ディディとかからってディクシーと付き合ってるのは分かるけど、はい、あーそっかそっか、ドンキーって女の影なくないですか。あーあるわ、一応あるけど、その、うん、ドンキー、スーパードンキーコング1に、うん、キャンディーコング、あーそのセーブできた時に、はい、ハートをこう送ってくるみたいな、あ投げキスでハートを送ってきて、はいはいはい、それをドンキーがこう送ってきてそれをジャンプで避けるみたいな、うん、するのが確かにキャンディーコングはいたな、うん、かなりエロそうな猿なんですよ。そうね、勝手になんかお前もヒモテだろってきたら、いや俺モテるけどのタイプな気がする。うわそうだわ、うんうん、リンク、まあ悔しい、まあモテる、かっこいいもんな、リンクは。かっこいいもん、うん、ヨッシー、ヨッシー、ヨッシーって何モテる、何ヨッシーのモテるみたいってまあ確かに、まあもモテないと思うんだけどね。ああそうかね、うん、どうだろう。でも卵をさ、はい、たくさんあんなに産んで、うんうん、でも乱暴に使うじゃん卵をさ。そうね、パンって投げるね。そうそう、ってことは、うん、なんか卵はいくらでも産めるっていうなんかその子供をたくさん作れる能力があるよっていう意味で、うん、めちゃめちゃ持っててるのかもしれないね。そうだね、あのいっぱいヨッシーが卵産むじゃん、ポンっていっぱい、うん、であれ実はもう中出しされた後で怒られるぞまあそういう行為があったので、うん、ヨッシーはそうだね、持てなかったら1個の卵を大事に使うはずだから。ああそうね、うん、カービィ、カービィ大食いのね。そうだね、まあ見た目可愛いけど、カービィってアニメだとなんかめちゃめちゃ、うん、なんか厄介なんじゃなかったですか。ああしかもあんま喋んなかったですね、ポヨーみたいな、ポヨーとかさ、そうだよね、うん、まあもうヒモテかそういうやついたよね、クラスにあんま喋んないさ痛いって言ったからな。確かにチーカワみたいな感じだったね。あー確かに、ね、そうだね、うん、フォックス、あー、フォックスはモテるでしょ。じゃあファルコンかな。ファルコンファルコン分かるよ、ちょっとプラネ高すぎるよね俺の獲物に手を出すなって、うん、多分自分が好きだった子が先に他の彼女に取られてBSS された時に俺の獲物に手を出すなって言ってきたからこそ、あのゲームの時で飛行機に乗ってる時なんてこ、ね、うん、あんな言葉なんかくれないのに、はい、俺の獲物に手を出すなって言うってことは普段から言ってるんだ。普段から女の子を取られてるから、うん、ファルコはヒモテ。そうね、そっちだと思う。そうね、ファルコはヒモテですね、うん、ルイージ、ルイージマリオ兄さんみたいな、うん、まあ陰キャ兄弟かな。そうだね、ここは二人揃ってかな。お邪魔女ゲイツじゃないけどさ、デルデルデルっていう、あの兄弟、あの兄弟って感じですよ、陰キャ兄弟ね、うん、ネス、ネス、いやマザーをねちゃんとやってないんですよね。うん、と前髪チンチンだしね。え、ネス前髪チンチン、うん、ほんとだね、前髪チンチンだからってことはモテかね。モテ、モテかなってことは。キャプテンファルコン、あー、まあ筋肉隆々で言ったらスポーツ選手みたいなねことだしね。あー、そういうことか。アスリートでしょ。はいはいはい、はい、ただモテんじゃないのかな。かな、初期のスマブラの時に本当に一人だけなんか大人が子供に混じってるみたいな感じがあったな。そう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 、うん、なんか空き地で遊んで子供たちが遊んでるところに入ってきてさ、うん、ギャーンみたいな
感じだから俺モテないと思うんだよね。大人の相手では相手されてないと思うんだよね。そうだね、相手されてないから。そうかも、アルコンはこっちだね、モテだね。まあ、クッパ、クッパ、そうだね、何回も振られてるね。そうだね、ひもてだよ。はいはいはい、クッパひもて。アイスクライマー、あーか、ポポの方かな、男の子。そうそうそう、まあ妹がいて、ブラコンですわな、あシスコン、ブラコンの。あ、そう、シスコンか、そうそう、シスコンだから。でもそういうのって意外に持ちでするけどね。そうだね、だ炭治郎とかもそうじゃない。そう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 、うん、俺もそうなんだよね。うん、そうだね。アイスクライマーなんですけど、はいはいはい、ちょっとあの衝撃な事実がありまして、はい、その兄弟じゃなくて、うん、ああ違うの、違うんだ。そうなんですよ、幼馴染的な男女で友達以上恋人未満の関係。そうなの。そうみたいですね。知らなかった。そんな友達以上恋人未満、そんな言及がされてんだ。幼馴染なんだ。ああ、まあまあ、もうこっちか。じゃあ満を持してこっちか。そうだね。知らなかった、アイスクライマー。へー、ナナはどうせポポのもんだしなみたいな、うん、言われてて、周りの人は許つかない、うん、うるせえなーなんつって、うん、うわー、これはすごいですね。シーク、まあ、ゼルダの変身のやつですね、うん、まあ、モテる。モテそう、そうね、モテちゃって、でも本体こっちじゃないんだけどなって思ってそう。あー、そうだね、すごい求婚とかされて、実は私女の子なのにってやつだね、うん、確かにそうだわ。あー、絶対秘伝だから、私なんかに付き合わない方がいいなんつってね、うん、ったりなんかするけど、向こうはグーグー来るわな。そうだね、うん、ミステリアスな人なんつってね。そうね、ダメだそれは。そう、女子校の王子の感じだね。あー、あるあるある、うん、女子校の王子だね、間違いありません、うん、ドクターマリオ、モテます。そうね、お医者さんになったら、ね、そうですね、途端に途端にで、マリオの男としてのオスとしての、うん、そういうモテではなく、うん、ドクターというね、その医者としてのまあお金ですとか、そういったものでやっぱりいけんじゃないですかね、うん、でマルス、おロイ、まあ、まあ、持ってんじゃない、もろてほしいね、かっこいいもんな、そこは。うん、マルスはマジいいと思うんですよ、うんうん、そのため技でさ、ウィーンってさ、普通に、まあ、バーンってやるんだけど、うん、ロイは、はい、溜めきれなくなったら最後勝手にヒヤーってやって、あ、自分も食らっちゃうんですよ、うん、ああそうだね、そうそうそう、パーカー来るね、なんかそのもう気持ちいいオナニーでさ、握りまでやって、はい、あーって間違って出ちゃうみたいな感じなんだよ。こっちがかなり童貞っぽい気がするんだよ、ロイの方が。気持ちいいオナニーってオナニーに形容してるから、ね、気持ち悪かったもん。確かに難しいですね、うん、まあクロムとかもね、ああまあ大体こっちはモテるかな。そうね、ファイアーエンブレム系は。そうっすね、クロムとか、あとアイクね。アイク、アイクどうかな、うん、ちょっとごついけどね、ごついけど、まあ、まあ、盛れてほしいね、うんうんうん、ミサとゲームウォッチ、ゲームウォッチ、うん、どう。あれはいやでも持ってないんじゃない。まあそうね、うん、まずゲームアンドウォッチってゲーム、はい、つまんなすぎるからね。そう、オクタパスとかマンホールとかあるよ、みたいな、落ちないようにするとか、うん、マンホールでね、つまんなすぎるから、もうゲームアンドウォッチで、僕と遊ばないって言ってあなたと遊ばないなんて言われちゃうと思うな。もっと面白いゲームがいっぱいあるんだもん。やっちゃうけどな、ついつい。メタナイト、メタナイト、僕はひもてだと思います。あ、ほんと、うん、メタナイトはもう剣道しかやらないやつみたいな感じで、要はメタナイトってさ、うん、仮面が割れたらさ、恥ずかしがるの知ってます、うん、あーそうなんだ。そう、メタナイトはカービィと戦って、はい、カービィが勝つと、はい、あのかっこいい仮面が外れると、うん、もうカービィそっくりなんです、顔が。へえ。モブ顔なんですよ、このカービィと同じボンプ顔で、うん、で、その顔を見られたら恥ずかしくてすぐ逃げちゃうっていう、うん、顔に自信がない。へえ。陰キャさん、陰キャが剣道ね、うん、ちょっと強くなってるというか。なるほどなるほど。そうそうそう。だから自分が得意分野でしか言わない。俺は刀で強いからっていう。うん、刀じゃなくて、なんか歌が上手いから勝負しようよみたいな。いやでも、いや俺は刀だっていう、そういうご自尊を持っている。めちゃめちゃひもて。ね、そうね、そうなると。ピット、ブラックピット。あー、ピット。天使だからね。まあね、うん、かっこいいもんな。ピットとブラックピットだと、どうなんだろう。でも普通にピットの方がモテる気がするな。そうかな、正当に。やっぱちょっと女の子はカッコつけちゃってるねってなる気がする。え、そう、 こっちの方がちょい悪じゃない。確かに、まあそうか、同級生にはモテるか、ブラックピットの方がな気したけどね、どうかな。なんか俺ばっかが決めてるみたいな批判もあったから、これで土岡の意見も聞かずにそんなあるんだ、この悔しいんだよ、批判。どうぞ、土岡さん。そうね、
ああどうなんだろう、なんか冷めてそうな気がする。なんか女の子はなんか、ああはい一匹狼ねみたいに思ってそうな気もするな。どうですか。僕はブラックピットのがモテると思います。うん、もう俺もボールペンに聞くんだよ。女の子の意見聞いたのに、なんでボールペンに聞くんだよ。ブラックピットがモテるって言ってんだから、ボールペンはさ。ワリオ。ワリオ。はいはい、不潔ですからね。そうだね、ワリオはそっちにまっしぐらで。まっしぐらでしょうね。うん、結構ね、でもメイドインワリオの仲間、可愛い女の子もね、多いけど。アシュリーとかね。ああ、そうだ。はいはいはい。スマブラのキャラクターって、なんか全員透かしてるようなやつ多いじゃないですか。そうかな、なんか俺はここの狼みたいな顔してるやつ、はいはい、ウルフ、その中でやっぱこのワリオぐらいガツガツ、うん、ウィンナーみたいな感じで来てくれたら、うん、モテんじゃないかな、結構量産みたいな、そうね、量産的なモテ方、量産ってモテるもんね。そうだね、確かにワリオじゃあそうする、うん、かもしれない。意外にね、こうやつが本当ね、さっそう知ってるかもしれない。しかもおしゃれだしね。確かにワリオね、うん、バイク食うけどねそうだバイク食うな、なぜかねスネーク、まあ俺軍隊、軍人さんはモテると思います。まあなんかかっこいいな。かっこいいしね、うん、渋いし。ポケットモンスターの主人公。はい、ポケットモンスター。ああ、トレーナーね。ポケモンしか相手してくれてないんじゃないかな、あんまり人と話せる感じしない。要はポケモンのレッドのキャラクターだと思うんですよね。はい、でレッドってその白金山にいた時にさ、一言も喋んない、てん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 みたいな。そうだったね。まあそのコミュ障、陰キャなわけですよね。白金山に一人でいてポケモンに比べるなんて相当やばいですから。確かに、ここまでたどり着いたことだけ対戦するぞと思って。いや、そうそうそう、よく来たなとか言えばいいのに、うん、もうペペペって一言も喋んないっていう。そうだったね。ありえない。うん、ディディコング、俺はモテると思っちゃう。あー、ディクシーいるしね。ディクシーいるしね。うん、いい、かわいいしね。うん、ポップコーンみたいなさ、はい、パンって言ったやつもちょっと射精をメタファーじゃないけどさ、そういうなんか男っぽいやつもある。そういう、あのナッツのやつ、ナッツのやつとかね、うん、すごいですよ。バナナの皮もね、こうやってね、うん、そうね、ポイント捨てるけど、こんなんだぜなんつってね。さあさあさあリュカ、リュカ、リュカ、だいぶね、ネスよりも多分幼いよね。あ、そうなんだ。うん、じゃないかな。俺かっこいいな、リュカ。俺、うん、かっこいい。確かにね、金髪だしね。うん、幼くて金髪といえば、うん、クレヨンしんちゃんのチーターみたいな、うん、チーター、うん、モテてる描写はないよな。チーターモテてないっけ。うん、取り巻きの男連れてる。そうか、チーターモテてないから、うん、チーターと同じぐらいだから、うん、こっちにしようか。ソニック、ソニック、どうです。ソニックはテイレスなんつってね、うん、テイレスが女の子だったらいいけど、あれ男の子なんだな。なんかちゃんと、要は足速い子がモテるの価値観がいつまでも続く世界じゃないあれ。確かに、うん、確かに。でも行くのも早いかもね。俺ずっと、俺ずっとずっとこうなんだ俺。、うん、まあまあまあ、モテる方にしようかな。はい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 。デレデ大王、デレデ大王、まあ、王様ですからね。あ、環境破壊は気持ちいいぞい。あ、で気持ちいくと知らないと思うんですよ。本当に気持ちいいから。そうそうそう。快楽を知らないから、環境破壊が気持ちいいぞいっていうから、デレデはやっぱり、そうなんだ。もっと気持ちいいことがあるわけですね。うん、環境破壊に手出しちゃったって。ピクミンのオリマー博士とかね。オリマー。これどうですか？キャプテンオリマー。うん、わー、まあパッとね、モテなさそうだけど。そうだね、まあ、博士だからね、うん。かといって別にモテはしないけど、別に、なんか結婚とかは別にしてる感じかな。そうだね、うん、本当の幸せを手に入れてる感じですよね。そうね、研究者同士で。またあの人だったら、またピクミンと星に行ってみたいな、うん、嫉妬しちゃうみたいな、うん、そうね、奥さんとね、こうけなげに一緒にいるんじゃないかな。奥さんが嫉妬しちゃう感じもするね、うん、ロボット、ロボットモテるでしょ。なんでモテる、あれかっこいいから、ロボットはモテる。結構ゲームウォッチと同じ枠じゃない。ロボットはモテる、かっこいいからね。で、トゥーンリンク、はい、これどうですか。俺はモテると思う、超可愛い。トゥーンリンク、うん、まあそうね、リンク系が全般やっぱかっこいいと思っちゃうね。トゥーンリンクも、じゃあトゥーンリンク、子供リンクもそうか。そうか、そうだね、ショタリンク、うん。ガノンドロフは、ああ、うん、え、ガノンってどうなの。あれはあのゲルド族っていうね、もの設定で言うと、はい、で、はい、女性しか生まれない、ああ国で、ね、100年に一度男が生まれるっていう。なるほど、じゃあハーレム状態。大ハーレムですか、モテるんじゃない。そうだね、環境によってってことかな。そうだね、ウルフ、まあ一匹狼だね。うん、まあモテ結構卑怯なやつなんですよ。ああ、そうなんだ。モテそう、
いや、モテそうな気はしちゃうけど。そうかい、うん、スターフォックたちがこう、はい、ビューンって言ったらなんか待ってたぜみたいな、うん、こう襲ってくる。あ、待ち伏せして。これめっちゃキモい友達いるんです。友達というかカメリマンみたいなやつが許しませんよみたいな。めっちゃキモい友達とつるんでるから。あ、じゃあヒモテか。ヒモテだと思うな。豚のやつとか、うん、豚とカメレオンとつるんでるんですよ。めっちゃヒモテだと思う、うん、村人。村人別にモテててもいいけどっていう感じだよね。てん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 、まあ、動物の森で女性がいっぱいやってるし、森ででいいか。村人は村人ね。まあ、じゃあしずえさんもそうだね。ああ、そうですね。そういえば言ってなかったけど、しずえ大好き。く、ロックマン。ロックマンモテっしょ。ロックマンモテっしょ。どう、モテるかな。みんな好きだったけど、男の子はあのフォルム。男の子だけかな、ロックマンって。綺麗、可愛い感じはするしね。ダサいかな、あんなヘルメットつけてさ。あ、トム・ブラウンさんのネタでさ、うん、あの道夫さんが怪力だからさ、うん、フライパンをこうグッて言うから丸くしてさ、手につけてロックマンってやつ。あったな。あんな風にバカにされたりしてるからな、うん、ちょっとバカにされてるもんな、ロックマンってな。そうだね、なんかきっちり、もちろんいいんだけど、なんかきっちりそのヘルメットとかつけて、アームつけてしてる感じが、ちょっともっと女の子は悪い子を求めてそうね、うん、自転車乗る時にヘルメットつけてる子いたもんね、田舎でね。そうね。ああ、そうだわ。うん、だからやっぱね、あのロックマンダッシュとかのやっぱノーヘルの感じの方がモテる。そうね、うん、エグゼの、あの赤いやつとかね、うん、ウィットトレーナーの男版。ああ、こいつは手出してるだろう、結構。そういうこの教え子とかそんな悪徳じゃないでしょ。手出してる絶対。まあでもそうだね、生徒ともっと胸を張ってみたいな。通ってる生徒さんにモテる。絶対そう、そういう仕組みだもんね。はい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 。リトルマック。リトルマックモテんじゃない。モテるかね。背ちっちゃいか。ああ、まあ背ちっちゃいわ。でも強いよ。そうね、うん、うん、まあでかくなった状態がどう捉えるかね。ああ、めっちゃブサイクじゃない、でかくなってたなんかね、顔変わるもんね、急に。そうね、ちっちゃいし、いざ大きくなったらめっちゃブサイクっていう。うん、イモテか。じゃあじゃあリトルマックそうしようか。はい。ちなみにリトルマックの身長、うん、172cm。 え、あれ全然 172cm だったら全然違うじゃん。うん、あ、じゃあこっちだね。かがんでるから低い。あ、なるほど。こうなってるから常に。そんなルフレね。ルフレ、はいはい、あの本使うやつ。はい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 、はい、もうかっこいいもんな。かっこいいもんね。ここら辺はもういいね。うん、みんな持ってんじゃない。はいはい、持ってる。この辺シュルク。シュルク、シュルクね、はい、ゼノブレイド。シュルク持てるんじゃないかな、うん、木田さんがね、うん、ルフレの裸バージョンしか使わないっていう。はいはい、海パンの状態ね。そう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 、キッコスチューム変えてしか使わない時期ありましたよね。まあ普通に裸だとかっこいいというか、うん、結構裸で戦えるやつっていう。ああ、そうね、この状態で。そう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 、結構裸に自信があるやつなんですよね、うんうん、裸をたくさん見られてきたやつ。だからシュルクは結構モテると思います、うん、で、コクッパブスすぎ。可愛いけどな。あー、ね、クッパジュニア。あー、うん、甘やかされてさ。確かにね、わがままな育ち方をしてるね。そうね、うん、ダックハント、まあ、バンジョーとカズになれなかったやつでしょ。一回ね、確かに何か代わりに一回出したよね。そうそうそう、うん、鳥と犬ね。で、竜、剣、どうですか。ああ、剣は俺持てると思う。竜はどうかな。竜は持ってるんじゃないの。うん、どうだろう。結構とっつきづらくない。剣は割とはーいみたいな感じなんだよ。うん、少量剣も股間にね、こう、ごめんなさい。やめときますよ、今まで言いませんよ。完成した。剣は俺持てる、持ててる時、アメリカのね。そうね、剣はまあここにいる。剣確定。竜が、竜波動剣。まあそっか、一人でいる。まあそうね、感じするかな、確かに。竜あんま、そうね、女性がない方がいいな、あんまり。確かに強いやつに会いに行くって、あんまりそういう。そうだね。じゃあどこ行くのって、うん、強いやつに会いに行くんだ話にならない。あんまりね。そうだね、うん、確かにヒモテかもしれないわ。クラウド。あー、まあモテるでしょ、うん、かっこいいもん。それとセフィロスもモテますね。あー、はい、セフィロス。カムイももういいだろ。カムイもそうだな、うん、カムイも飛ばして書いちゃいますね、書いておきますね、うん、あー、でもなんかみんなモテてる気するな。インクリング世界観。そうだね、うん、なんか本当にまさしくスプラトゥーンとかをやってる子って感じだよね、インクリングたちが。インクリング、そのオンラインでなんかゲームやって、もうそのゲーム上手いのがかっこいいってなる。はいはいはい、なってモテてそう、うん、そうね。まあちょっとアメリカの学生みたいな感じでね。ああ、そうね、
リドリーうわー持ってないんじゃないかだって宇宙海賊だからね、うん、確かにそうね、ゴージャスさんと同じ職業じゃあモテないかモテないですね、ね、来るときこうじゃなくてこのままゴゴゴゴって来るから、ね、引くよな、あるな、うん、緑ね。シモンとリヒター、わーいや、これ金箔みたいなことでしょ。ああそうか、両方こう縄で金箔でやるから。そうだね、金箔ってもモテとかヒモテを超えちゃってるから金箔やってる人で、うん、ヒモテな人見たことないんだよな。おー、ほんと。モテる人が金箔を普通のモテに飽きてやってるイメージがあるけど、うん、バネキさんどうですか。ね、金箔やってるよね。陰キャの金箔います。あ、でもじゃあイケイケな人がやってるって感じはないです。あ、ほんとですか。あ、そうなんだ。あ、じゃあひもてかもしんない。うん、別に金箔をしてるわけじゃないんだけどね一応こっちにしておきましょう、うん、キングクルール、キングクルール、まあひもてかな。うん、そうだねそうだよな、ひもてだよな、キングクルールは。おじさんバラすぎるもそうですもん ね, ここね。ああ、そうだね、ビールっ腹だね。そう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 、うん、で大人げない、すごいビーム出しちゃうじゃんドンキの人に、ね、うん、でパックマンか。パックマン、パックマン、パックマンは家族いるからね。ああ、そうなんだ。うん、へえ。パックンレディみたいなやついるから。ああ、そうなんだ。モテるんじゃないかな。モテてんだ。どうかな、なんか本当にずっとなんか話通じない、このまんま勝手に人の家入ってきそうな、ハローパックってさちゃってきて、うん、結構ノリスケ体質だと思う、うん、あ、モテないか、じゃあ、うん、ジョーカー、ジョーカー、ジョーカー、まあモテんじゃないですかまあね、かっこいいわな。ジョーカー、うん、ヒーロー、まあ勇者ですね。はい、ドラクエの。まあこれはモルでほしいな。うん、ビアンカとフローラどっちがいいかとかね。あ、確かに、その選ぶ立場にいんだもん。そう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 、うん、バンジョーとカズーイ。ああ、ええー、ひもってたよねそうね、妹がね、めっちゃ可愛いんですよね。あ、そうだ、だから、バンジョーイケメンだと思うんだけどね。ああ、そういう意味では、で顔としては、そうそうそう、うん、世界一可愛いのがバンジョーの妹だから、それをグランチルダが、そうだ、魔女がね、それを化け物に変えるってやつですから、うん、そうだそうだ、ものすごい美女のお兄ちゃんだからイケメンなんじゃないの。ああ、うん、でもねえ、なんでこの人ずっとキモい鳥連れてんのってなってそう鳥でね、うん、カズイが結構やばいからねえ、じゃあ バンジョーはモテにして、カズイはあそこ分かれる、うん、こっちカズイを分けよう、うん、カズイが火持ってる、うん、テリー、はい、テリーボガード、まあモテてほしいね。まあそうね、アメリカのね、そうだね、モテしましょうか、うん、モテの方が多いんだな、スマブラ。ほんとだね、うん、おー、イメージマジか、陽キャのゲームかい、うん、誠に遺憾です。ベです、もういいよそうね、もう聞くまでもなく、はいはいはい、かっこいいやつら、ライブラもみんなかっこいい、見せ場もある、うん、スティーブ、スティーブスティーブね、カクカクしとるからな、うん、まあでも家を充実させてるからな、やっぱ経済力あるから、うん、そうだね、ね、人も来やすいし、ホームパーティーとかもね。そうだわ、うん、そうだ、解消がある、この人には、うん、そうね、解消がある、うん、解消があるカズヤ、カズヤ、カズヤ、おい、カズヤ、カズヤね、スマブラ界隈ではゴキブリって言われて、にもう害悪戦法ができるから。ああ、そうなんだ。一回ハマるともうコンボで殺しちゃうんですよね。なるほど。カカロニ栗谷さんも昔あだ名ゴキブリって言われてたから同じあだ名がついてる、カズヤさんと栗谷さんは死んでて、うん、空、あ、空は持ってるよね、使うか、そうね権利に、ね、そこ権利関係ないでしょ、そこは空さん持ってますよ、ね、そんなあの鍵穴ってのもね、うん、何かのメタファーだったりなんかしてね、しないけどって言うなんて言ってせっかく気づかせたのにすみません、気づかせたのに、うん、まあ、いろいろこんな感じですかね、うん、男はもうこんな感じで、はい、女性は全員モテそうだね、今のとこ。そうだね、うん、みんな綺麗どこが集まってるよね。ホムラと光なんか大好き、うん、ベヨネタとかやばっ、エッチな、うん、ベヨネッタエチョナ、ベヨネッタエチョナだ、ベヨネッタベヨネッタ、サムスちょっと話しづらいかもしれない。サムス、そうね、あ、綺麗だけど別にモテはしないか、うん、サムスひもてだね。デイジー性格悪そうだな、うん、そうか、うん、確かに、まあ自分の話は多そうだね、うん、そうね。パックンフラワーって
あ、バックフラワーいたか。そっか、前どっちだったっけ、マリオのキャラの時も。マリオの時はモテるって言ってた気がします。かっこいい。なんその回、その回なんだよ。バックフラワーかっこいい。じゃあバックフラワーも入れろっか。大会出ましたかね、うん。一番モテるのは誰だろう。せーの、うん、マルス、セフィロス。ああ。怖くてかっこいい。うんうん、しその悪役の怖さもあるし、はいはいはい、かな。マルスがまあ誠実そうだからそういう人を求めてる人も来るし、はい、結局なんやかんや遊んでる女の子とかもなんか一回ちょっとマルスに聞かれると思う。なんかじゃあ他方一番モテないやつ、はい、せーの、コクッパ。あーあーそうか、リドリー。うん、そんなダメか。そうだね、海賊。うん、虫感もあるし、うん、確かにね。コクッパ俺やっぱ本当に世間の辛さ一切知らない感じだ。そうだね、あの幼さげの顔のとろけ具合とかが、うん、うん、確かにこいつ何も分からないよ、ね。まあ、やっぱゲーム&ウォッチもかなりつまんないって意味では関係ないでしょ、ゲーム性は。モテないと思います。いや、すごいですね、うん、皆さんもモテ非モテいろいろ考えてみましょう。ではまた。俺の名前はバキバキ童貞、今になる動画界の皇帝、いじめられて走った皇帝、フルチンで踊るチンケな道家、フリーターの時街頭インタビュー、ひねり出したパンチライン一発、人生はたちまち豹変、俺の名前はバキバキ童貞。